異世界転生系は全然なの？あーだから俺全く読まないからわかんない。面白いの？あーなんかその主人公無双感はめっちゃ味わ、めちゃめちゃ味わえるよ。確かに確かに。うん、まあ転すらもそうやし無職転生もそうやし、うん、今クソほど流行ってるジャンルでしょ。うん、まあ、ちょっと前から、ね、ちょっと前から、うん、ちょっと前がずっと一番流行ってたかな。なんかまあ俺もナローの方読んじゃってるから最近は、うん、その漫画がどれが流行ってるか分からんけど、うん、なんかシンプルな俺つえはだいぶなくなってきたような気がするけど。あ、そうなんだ、うん、もうなんかメタが回ってるみたいな、もうそれは一回飽きられてるかみたいな感じなの。なんかちょっとあのひねりを入れて、はい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 、うん、うん、最近はどっちかって言ったら悪役令嬢が追放されてるところから始まる感じのが多い。へえ、追放じゃないな、婚約破棄か。追放と、ま、マジか。追放ものがね、そう、追放ものが追放ものおもろい。なんか基本決勝上がる追放ものって全然わかんない。わかんない。どういうなんかあのパーティーの中に一人冴えない男がいるんですよ大体。はいはい、うん、でパーティーの勇者とかがお前は外すぜみたいな、はいはい、お前はこれから戦いついてこれないみたいな、お前みたいなのがいるとうちらのチームがちょっと弱くなっちまうからな、うん、みたいなことを言うのよ、はいはい、でそうか俺は抜けることになるのかみたいな、でこうひどく追放されるんですよ大体ね。だけど実はその追放したやつはなんかとんでもないこうサポートとかをやってくれてて、あーいいじゃん、めちゃめちゃ そいつがいるおかげでそのチームは持ってたのに、うん、そいつの代わりに入ったやつとかじゃもう全然話なんでなんであの敵に勝てないでこいつは雑魚のはずだろうとかって勇者が言うんだけど、はい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 、はい、でお前ちゃんとサポートしてるのかよって新しく入ったやつに言うと、えそんなのできるわけないじゃないかみたいなこと言うんだけど、はいはい、そんなことできるやつがいたら天才だぞとか言ってその追放されたやつは、おもろいやん好き好き全然好き、うん、でその後戻ってきてくれって、うん、頼みに行くっていう、戻らないでしょ、戻らない。もう。ああ、もういいね。戻ったらダメだ。戻ったら全然面白くないから。ああ、面白いな。そういうのみんな。それ山ほどあるよ、多分。山ほどある。山ほどあるの、これ。山ほどある。テンプレあ、そうそこ、ま。そこまではテンプレだし、うん、それの派生が今いっぱいいろいろ出てる。あ、そうなの。ここまでテンプレなの。いっぱいいるよ。あの、防御力が高すぎたやつとか、あの、とか、なんかもう、いろんな獣を自分の味方にできるやつとか。こんなのいっぱいあるの今。いろんなパターンがあるんですよ。一瞬で致死レベルの怪我を回復してくれる回復術師とか、いろいろいる。いろいろいる。気づけよと思うんだけど、パーティーに対して。なんでわかんねえんだよ、大体思うんだけど、うん。でもなんかパーティーの中にも、あなたはすごい支えてくれたのにって、ちょっと話のわかるやつ、一人や二人いる。大体、大体いる。そうなんだ。あと大体交番な女がいる。あ、いる。そうだろう、勇者に対して媚びてる高慢な女が大体いる。はい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 。そうよねーとか言って言って、うん、登場時はめちゃくちゃ綺麗なんやけど再登場時はめちゃくちゃ汚くなった。あ、そうそう、大体ね、大体そこまでがテンプレか。テンプレテンプレテンプレ、大体めっちゃすごく、ちゃんともう型が決まってるから、ここから型をずらしちゃダメなのよ、もうこれが見たいから。すげーな追放って言いつつ追放のちザマーまでやからな。そう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 。はいはい、なぜか追放されるまでは綺麗なんだけどね。で気になるよ、ちゃんとブスになるんだよな、みんなな、うん、ブスってか顔が崩れるの、はい、ヒーみたいな顔になってなんで私の魔法が効かないのよとかって言うの、大体そういう女魔法ゲまみれになってな、うん、汚い感じになるんだよ、ぐしぐし、勇者が顔悪い顔になって、想像できない、あいつのせいだあいつがみたいなことになるんだよ。大体漫画とかってオリジナリティの追求じゃないの？そんなな、いやいや、あのコメントにあるけども、それはあの新喜劇だから、新喜劇、うんうん、決まってる、もうこれが見れ、これが見たいっていうので、それ崩すともう逆にちゃう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 ってなっちゃう。あ、そうなんや。なんか漫画っていうか原作がその小説家になろうってサイトやから、あの何系みたいなジャンルがもう分かるわけよ。だから俺ら YouTube でさ、アマンガスの配信してるサムネみたいなもんね。ああ、はいはいはい、最強シェリフがみたいな、そうだね、そう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 、あの人外の髪切るみたいな、うん、ああ、みんなつけ、みんなあるね、あ、そうそう、ああいうものよ、そうそう、なんか手を変え品を変え、大体似たような内容のやつがで、内容見たらまあほとんど同じかみたいなそれが見たいみたいなね。ああ、でもそうかそうか、それが見たいってことだもんね、みんな、うん、確かに、
最強シェリフの無双、人外無双みたいな、そんなのも大体。はい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 、はい、な、俺らがやってるナロー系ですよ、ほんとね。ナロー、ナロー系配信、うん、え、ナロー系動画上げてんのかな。俺らナロー系動画上げてる。基本的にはギャップなんですよ。まあそうだよね、面白いって基本、うん、やっぱギャップ。基本的にはギャップ。みんなからバカにされたやつがめちゃめちゃ強かったとか、はいはいはい、嫌われ者になるはずだった悪役がめちゃめちゃ愛されちゃうとか、うん、みんな日本人はそういうものが大好きなんですよ。いや、出そう、配信者で出そう。出そう。しょうもないと思われた配信者がめちゃめちゃ人気の配信者になるみたいな。高田村から追放した。追放した。追放すんだよ。ケイシが、そう、ケイシがなんかバイト呼んでる、なんかそのやつが、なんかもうお前の枠はないんだよってケイシが言って。うんうん、あ、じゃああれにしてんだから、もう黒川クロムに、もうお前はいいよ。お前の枠はもうね、お前はもう高田村に来んなっつって、うん、黒川クロムを追い出したら。そう、だけど黒川クロムのおかげで持ってたの、高田村は実は。なんか最終的にクロムくんが一人でポップアップストアやりだす。なるほどな。違う、クロムくんが出た先にいる美女と仲良くなって、そこと人気になるのよ、大体。大体通報された先には可愛い女の子がいて、その子と仲良くなるのよ。これまでセットだから。あるね、ある。大体その可愛い女の子も実は追放されてたりとかするね。そう、でもめちゃめちゃ強い人気者集団なんだよ。で、ケンシが、なんでお前らいつも通り配信できねえんだよ、動説もどんどん下がるしさ。なんか議論もなんかこんなすごいうまくいかねえし、なんかも空気も悪いし、なんでなんだよって言ったら、ボソッと畑底とかが、これまで黒川クロムくんがなんか明るくしてくれてたからなとかっていうのが、さあ俺とかが、なんだよそれは、まるで黒川クロムがいなかったら俺たちつまんねえみたいじゃねえかよとかって言って、キレ出すね。できたじゃん。できちゃった。高田さんが謝りに行くんですよね。謝りに行くのね、クロムに。いや、謝りに行くんだけど、ちょっとやっぱこう、舐めてかかるの。大体謝りに行くときのパターンであって、本当に謝るパターンと舐めてかかるパターンの2つあるんで。舐めてかかるパターンは、ケンシが、ああ、黒川クロム、お前外したけど、もう一回参加していいぜ。みたいな感じの。はい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 。でも、その時にはもう、クロム君がクロム村を作ってるんですよ。で、クロム村の横には、なんか、人気配信者がいっぱい20、30万登録者ぐらいのとんでもなく可愛い女の子とかがいたりするのよ。で、その女の子とかが、あんたたちがクロム君外したんでしょ、もうクロム君は私たちの尊者だから渡さないよみたいな感じになるのよ。で、ケンシがクロムのくせに、生意気なとかって言って、荒らしてやるとかってクロム君の配信荒らしに行くの、ケンシが。最初はもういろんな多分きっと配信者が集まるんだけど、その次モッドの技術者とかが現れ、そう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 、めちゃめちゃ絵師さんとかも現れ、そうそうそう、神絵師が来たりとかするね、多分。そう、クロム村がどんどん人気になってって、それと比例するように高田村はどん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 人気が落ちていって、時代はクロム村だよな、高田村ってなんか今落ちぶれてるところだろうって。で、賢者も切れて、くそ、なんとか潰してやるとかって言って、クロム君にやっぱ嫌がらせるんだけど、返り討ちに合うのよ、大体こういうのは。おもろ連載しよう、俺。なるほど。俺、これ、今のプロット書いて、集英社に持ち込みするわ。ってとこまで決まってるんですけどって言って。あ、この黒川クロムっていうのは、これ実際にの配信者で、で、高田村っていうのは、もともとこういうふうに毎日ゲームをやってるのがあって、で、それでやってるんで、すごい盛り上がると思うんですよね。高田村から追放された俺が実は最強配信者だった件についてね、タイトル。100万登録いくまで。実は100万登録のポテンシャル持つ最強配信者だった件について。悲しいよな、悲しいよな、こんな可愛がってんのに決死は。悲しいよな、なんでそんな扱い受けなきゃいけないんだってなるよな。本当だよ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。